青森県立図書館は青森県青森市の公共図書館である。ここでは併設する青森県近代文学館についても記述する。鉄筋コンクリート作りの4階建てで2階に青森県近代文学館を併設し、1階にはエントランスホール、ロッカールーム、一般、児童の隠閲乱室などがあり、2階と3階に書庫があり、4階には館長室、 事務室、集会室、コンピュータ室などがある。図書の蔵書は82万7604冊で、年間貸し出し数は32万3245冊となっている。1900年に青森市の青年クラブの図書部を市民一般に公開したのを前身に、1904年に市立青森図書館を1907年に青森市に寄贈し、 青森市立図書館を経て、1928年4月12日に県に寄贈し、青森県立図書館を設立し開館し、翌年には鉄筋3階建ての書庫も完成した。1945年に本館が戦災により消失し、休館となり、翌年の2月には仮設として開館し、10月に木造新築として開館するも、11月の 県庁火災に累承し、増書11万冊を消失し、再び休館となった。翌年には再び木造平屋建ての仮設として、開館し、1953年6月8日に、ようやく新館が開館することとなった。1994年には、新町2丁目の休館から、現在の新館へ、移転開館して、現在に至る。閲覧室内にある図書、新聞、 雑誌は自由に閲覧できる。ただし、書庫内の資料を閲覧したいときは閲覧請求表の記入と利用者カードが、館外貸し出しにも利用者カードが必要になる。館外貸し出し会館時間休館日1994年3月22日、県立図書館の2階部分に開館。青森県を代表する13人の作家を中心に、青森県出身やゆかりの深い作家。 青森を舞台とした作品などの文学資料が展示されている。太宰治機室の人間失格の装甲や石坂、洋二郎の色紙、寺山修司の装甲などを中心とした常設展示室、企画展や特別展を開催するための企画展示室、青森文学の歴史映像を上映する近代、文学ガイドコーナーなどがある。収蔵資料は二千十八年時点で十五万点を、 数える。入館料は無料で、開館時間は9時17時である。ありがとうございます。